さんお客様に残っていただいていますけれども、ありがとうございます。いやね、こんなに真面目にふざけてる映画って本当に素敵だなと思って、これコンペティションで上映できたのは本当に誇りに思っています。もう本気の映画だなと、4年かけてねこれ作るって本当に大変なことだったんじゃないかと思うんですけど、最初に私から伺いたいのは、まあ果たしてこれどうしてどうやってこの映画を作ろうと思ったのか、作ったのか、そこからちょっと皆様にご紹介いただけますでしょうか。はい、そうですね、ちょっと長いんですけど、2010年にもう6年前ですね、僕の作ったその時作ったショートムービーが初めてこう日本国内のすごいたくさん有名な映画祭に出してもらった時に、その時に結構これで自分の人生変わるなって思ってたんですけど、意外と変わらなくてでその時結構思い違いをしてたというか、いろいろ反省してですね、その映画祭とかに出て誰かに見つけて声かけてもらえたらいい話とかもらえたらいいなっていう、結構受け身な自分に気づいたのと、あとやっぱ短編じゃダメだなという、やっぱ長編で勝負に出ようというか、で長編を作ってもうその声をかけてもらうのを待つんじゃなくて、こう自分で、海外に持ってこうとか、自分で映画館に持ってこうみたいな、なんでその自主映画だけどそのプロの皆さんとこう同じ場所に持ってける映画を作ろうと思ってスタートしたのがこの企画で、でその短編映画でそのいろんな映画祭に出た時に、やっぱり国内の映画祭だと現代劇がすごく多いというか、それでそのいろんな映画祭っていろんな映画見て、ちょっと自分自身が現代劇にちょっと飽きてしまった部分があったんで、その現代じゃないものを描きたいと思った時に、時代劇に挑戦してみようかなと。でさらにちょっとここからは少しあざとくなるんですけども、自分が映画祭のプログラマーだったら自分の映画祭に時代劇1本欲しいなと思いまして、欲しいですよねって思いましてそういうのとかですね、結構いろいろ戦略的にも何が受けるんだろうとかいろいろ考えた結果、時代劇にしようと思ったんですけど、仲間たちの反応は冷たくてですね、無理でしょうみたいな感じだったんですけど、実際無理だったんですけど、多分いろいろ無謀にいろんなことをやってたら、あれよあれよとチャンスをいただいて、でクラウドファンディングにもそうですね、クラウドファンディングでいろいろ支援をしていただいてですね、なんとかいろんな人に助けていただいて、なんとか活気になったという感じです。で、4年もかかったのは、お金がなかったんで時間をかけたという感じですね。エンドロール見ていただいて、ちゃんと見ていただいた人はお気づきかもしれないんですけど、VFX とかアニメーションとかも全部僕が自分でやってるので、そういうのもずっと4年間一人でやって、コツコツやってきたみたいな部分があるので、そういうので4年かかってしまいました。で、4年もかかるみたいな、なんでそんな時間かかるのみたいなこと、何度もいろんな人に言われたんですけど、結構内心は本当は言わなかったんですよ。ずっと内心、いやそれはカンヌに持っていくためだよってずっと思ってたんですけど、でも行けなかった時のために言うのやめようと思ってたんで、本当言わなくてよかったなと思ったんですけど結局行けなかったんで、でも実際そのバンクーバー役さんなどですね、その商業映画と同じカテゴリーで、上映してもらえたので、自分はやっぱこのために4年かけてこの映画を作ったんだなと思いました。ありがとうございます。
プログラマーというかフィルメックスに対して、まあ、私別にあの時代劇があった方がいいとかあんまりそういうバランスははっきり言って、まあ、皆さんの方がよくご存知の通りあんまりまあ全く考えてなくてですね、任侯の柔軟をご覧になって分かったのはそのフィルメックスの選考基準というのがですね、皆さんあれですよね、任侯の柔軟とかもね上映してるんだけど、例えば貧困にあえぐ人々の悲劇 の物語を選ぶのがフィルメックスだみたいに思っていらっしゃる方ももしかしたらいらっしゃったかもしれないけど、そういうことじゃな全くないんですが、本当にこれさっきねおっしゃった通り、バンクーバーとプサンで上映されて、でプサンでこの方はそのセールスエージェント、海外のセールスエージェントをちゃんとつけてそれで帰ってきた、行く前にもうセールスエージェント探してきますって言って有言実行して来て帰ってらっしゃって、本当にすごい人だなと思います。あとは本当にこの撮影ですよね、その4年間かかったとか時間ももちろんさることながら、この方が宮月乃さんが求める、自分が求める画面に対してなんか妥協が絶対ないなっていうのをこれ見てて皆さんもお感じになったんではないかと思うんですけれども、構図絵作りについて少し教えていただけますか。はい、そうですね、結構僕はまあ全画面じゃないんですけど、結構ちょっと構図マニアじゃないですけど、なんか少しのズレも少しの傾きも嫌な性格がありまして、なんで結構絵作りとか画角とかこだわる方ではあると思うんですけど、ただやっぱすごい時間が限られてたので、まあ、スペルカットはでも結構捨ててますね。でもなんかまあもともとその脚本を書くときにすでに決めてる構図っていうのがいくつかあって、例えば主人公の任侯が、座禅を組んでるで、その奥に竹林ですか、緑の竹林があるシーンとか、そうですね、なんかそういう絶対この構図の絵を実現させようみたいなのは、いくつかあってですね、なんかそのビジュアルから入ってるんでもう動かないんですよね。なんか結構こっちのこういう絵の方がいいんじゃないですかとか、結構その絵作り厳しくないですかとか言われても、結構もう脚本段階からもうその絵使うの決めてるみたいな部分があるんで、結構そこはスタッフを悩ませたかなとは思いますけど、楽しく拝見させていただきました。ありがとうございます。で今のお話でその脚本の段階で ある程度こう固めて絵を固めてっていうおっしゃってたんで、それに関連するんですけど、ボレロを使っての、モンタージュの場面があったと思うんですけども、当然あれ、まあ、ぴったりリズムも合ってましたし、映像のそのリズム感も合ってたんで、脚本段階からやはり考えてボレロを使おうと考えていらっしゃったんだと思うんですけど、なぜそのボレロを選んだのかっていう、ラヴェルのボレロを選んだのかっていう、そのところですね。はい、そうですね、もちろんもう脚本段階でボレロって書いてました。なぜボレロをしたかにしたかというと、その音楽のテーマですね、そのボレロにあるストーリーというのが、もともとは、まあ、僕もそんな詳しくないんです、にわか知識ではあるんですけど、その魚の踊り子が、まあ、そのウォーミングアップから徐々に踊り出して、なんかその初めはその全然踊り子を気にしてなかった客たちがどんどん注目し始めて、次第にその熱狂の渦になっていくみたいなストーリーがそのボレロにはあって、結構その酒場の踊り子に熱狂していくその酒場の客たちと、任侯に熱狂していくその村の女たち、そして漫談の世界の仏たちですねを誘惑して熱狂させていく、あれはマーラですね、ブッダの修行を邪魔したっていう、そういう何かそういう部分でこうテーマを重ねてですね、でかつまあちょっとそういう海外のそのテーマが類似しているその海外のその聞きなじみのある曲を使うことで、その日本人だけじゃなくその海外の方にもなんかそのメッセージが伝わりやすいんじゃないかという思いから、そうですね、
最初からゴレを使おうと決めてました。楽しく拝見しました。ありがとうございます。間がとても独特だなと思って、はい、これは何だろうと思って見てるうちに漫画日本昔話のようなを見てる実写版を見てるような気持ちになってきたんですけども、このテンポ感はいろいろ考えてお作りになったんですか？そうですね、まあもともとその怪談話とか昔話のコンセプトとも始めたので結構テンポよくというか、まああと基本その飽きさせたくないというかですね、なんか本当できるだけ飽きる間を与えずにどんどんそのできるだけ面白いものを提供していきたいみたいな構成にしているので、そういう意味では結構テンポは速いです。まあ、あとなんかその今回は長編一発目ということもあってですね、やっぱ知らない監督の120分とかの映画ってなかなか見る気が重いかなと思いまして、なんか本当に軽快なテンポでサクッと見れて面白いものを提供できたらなという思いからそのサイズになった感じです。まあ、映画をジャンル分けするのもどうかなと思いますけど、一言で言うとこれなんだろう、時代劇ファンタジーみたいなことですかね。結構暗い間はコメディって言ってますね。まあ、コメディ。であの実際に海外での反応、まあ、バンクーバーとプサン の, あの映画祭でね上映をあのなさったと思うんで、10月ですね、ついこの間あの、ね、それぞれどんなあの反応だったか教えていただけますでしょうか？とにかくいっぱい笑ってくれたというか、なんかもうなんか嬉しいんですけど、なんかやっぱ猿が映るだけで笑ってくれるんですよね。赤受けってことですよね。わあ可愛いみたいな感じで笑ってくれるんで、なんかすごいあの一緒に見てて気分がいいっていうか、なんか結構ここそんなに、まあ、ユーモアのつもりで入れてるけど笑いが起こるとは思ってないみたいな部分でも結構笑ってくれるので、だから逆に今日すごく怖かったのが、日本だとめちゃくちゃ滑るんじゃないかというのはずっと思ってて、日本では笑い声起きないだろうなと思ってたんですけど、ちょいちょい怒ってたんでちょっと良かったなと思って。でも庭月野さんは本当あの映画の未来、明るい未来をねあの担っていただける方だなと本当に私は信じていますけれども、さあこれであの海外のねあのワールドセールスまで決めてきて本当素晴らしいところなんですけれども、ちょっと日本の公開についてはなんかまだあの白紙だというふうに伺ってますけれども、はい、あの全くゼロ状態ですか？はい、はい、なんかあの庭月野さんの方であの条件とかご希望とかなんかあったらちょっと言っちゃった方が、言っちゃったもん勝ちなんで、あのなんかあったらどうぞ。まあ、まず上映していただけるならみたいな部分はあるんですけど、本当やっぱりこうフィルメックスに来れなかった人にやっぱり劇場公開待ってるねって言われてるんで、どうしてもやっぱりこの映画を劇場にかけたいなと思ってます。で、まあ、もちろん東京だけじゃなくてですね、やっぱりこう地方の、まあ、結構やっぱ日本全国から例えば福岡でも上映してとか大阪で上映されるの待ってますってよくお伺いいただけるんで、できるだけこう広く全国で、上映してできたらなと思ってますので、もし何か配給会社さん興味ありましたらよろしくお願いします。じゃあできれば全国展開に向けてあの助けていただける配給会社をあの積極的に全力で探して、できなかったら東京だけでもいいですか？でも構わない。はい、あのもう方ですので高びなこと言ってるわけではないんです。いやでもこれだけ面白かったらね、本当に全国の皆さんがね楽しんでいただけると思います。結構融通が利く方なので、できれば制作費を回収したいんですけど、もうどうしてもってなるのも回収できなくてもいいです。でも庭月野さんにはね次回作を絶対に作っていただきたいので、それにはそれにはこの2本の出番公開されて成功して
で、そして次に行かないといけないので、よかった、拍手いただいて、はい、なんでお時間がね、だいぶオーバーしてしまいましたけれども、日本の公開向けて配給会社の方、事務局に連絡でも構いませんし、もちろん直接ご連絡いただいても事務局からもつなぎいたしますので、ぜひご覧いただければと思います。そして皆様もどうぞ引き続き庭月乃さんを応援し続けていただけましたらと思います。それではこれで Q&A、 人工の柔軟の Q&A を終わりにしますけれども、本当に庭月乃さんありがとうございます。これからもご活躍をお祈りしております。ありがとうございます。